おら、ふぅ、思ったよりいい汗かいたな。薪割りを手伝えって言われた時はなんでそんなめんどくせえことをと思ったけど、実際にやってみると案外悪くねえもんだな。すげえいい鍛錬になったぜ。さて、そろそろ薪の山もでかくなってきたし、もう少しだけやったら終わりにするか。ほら、手見ろよ、あの。この前も、でしょ？わあ。なんか、さっきからやけに視線を感じるな。それも、あんま良くねえやつだ。視線の主は、あそこで固まってる奴らか。まったく年家様にも困ったものだ。この間も盗っ人を気絶するほど叩きのめしたとか。いやーね、そこまで行くとただの暴漢じゃない。何をしでかすか分かったものじゃないわ。いつか薪割りの斧が我々に向けられるのではと、ヒヤヒヤする身にもなってほしいものだな。本人目の前にしてよく言うぜ。大体言いたいことがあるならコソコソしてねえで正面から来いってな。くそ、だんだん腹が立ってきた。こういう時は体を動かして発散するに限るな。おりゃー、よし、真っ二つだ。やっぱり気分転換には運動が一番。大丈夫か？破片が当たっちまったんだな。そうか、刺さったんじゃなくてよかったぜ。そのさっきはご…やった、ちょっと今の見た？力に任せて乱暴な割り方するからああなるのよ。恐ろしいな、あのお人は他人に怪我をさせることしかできないのか。なんでろくに顔も知らない奴らにあんなこと言われなくちゃならねえんだ。さっきのことは謝らねえぞ。その薪割り中にお前が突然出てくるから。だ、違うんだ、俺はこんなこと言うつもりじゃ。なんて態度だ、相手を怪我させたのに謝るどころか責めるとは。ほんとね、年家様に絡まれるなんてあの子も運がないわ。お前、ああ、俺あんなにひどいことをしちまったのに、どうしてお前は怒るどころか微笑んでくれるんだ。なあ、俺はお前に痛い思いをさせたどころか謝らないで責任をなすりつけたんだぞ。なのにどうしてお前は俺に笑いかけてくれるんだ。もう、ほんとかなわねえな。少し前までのイライラが全部どっかに吹っ飛んじまったぜ。ありがとな。それと、さっきはごめん。他のやつにどう思われようと構わねえ。こいつが分かってくれりゃそれでいい。だからこれからもずっと、何があっても、俺がこいつの笑顔を守ってみせる。絶対に。